イズマネーだから。このまま軽く口開けた状態で。化粧が早いってことは手を抜いてるってこと。今日ありがとう。じゃあママたちも行くから、うん、はい、上行って。うん、何ママ？明日の朝ね。明日の朝？うん。オッケーオッケー。そう、タクシー信用してなくって、渋滞とかあるでしょ。渋滞で遅刻したとか、よく同伴遅れる女とかすごい嫌いで。ももさんってこの間の表彰式の時に同伴賞で1位取られたじゃないですか。だったらそういうことがあるんだから、じゃあもっと早く出ようよって思うし、電車で遅延しても遅延証明が出るじゃないですか。でもタクシー渋滞したってどうやって証明するのって。予約困難点とか行って一斉スタートなのに渋滞で遅れましたって言われると何にも言えないし、時間なのにって私の予約でそう焦るのも嫌だ。遅刻許せないってやつなんですね。タイムイズマネーだから、まあいろんな意見あるし、ななえママからは銀座のホステスは電車乗っちゃダメって言われるから、これ見られたら怒られるかもしれないけど、でも本当に遅刻待たせるの嫌で、待つのはまだいいんですけど。子供と遊ぶ機会がなくないですか？子供とは昼間、日曜日の昼間遊びに映画行ったりとかで、夜はいないみたいな。一緒にご飯食べる機会は少ないですか？全然少ないと思う。だって夜ほぼいないんだもん。毎年元旦那の実家に行くんだけど、子供が「行かないで」って言ったら「嫌だ」、ママにはバーバがいるでしょって言って普通に行かれるっていう。ママといたいとか全くないからママたまにでいいって感じだったでしょ、2人とも。でパパ友とかがいろいろみんな連れてってくれるから、なんか寂しい思いはしてないと。一緒にキャンプ行ったりもしてくれるし、私行かなくて。2回はちょっと面倒くさくないですか？面倒くさくない。もう普通だもん。なんかさ、小学校の時からずっと電車通学だったから、だから電車で行動するのが普通なんだよね。いや怖い。家だって、あと子供いるとやっぱタクシーばっかり乗ってるとダメでしょ。ああそっか。そう、教育上良くない。良くないの。うちの妹も子供もいるんだけど、ちゃんとはさ、タクシー乗ったことないでしょみたいな生意気なことを言ったことがあって、それを聞いて、あ、すぐタクシーはダメだなって思ったのはあったあんたのお金乗ってないのか生意気なこと言わないのって言ったけど、そう勘違いさせたらいけないよね。ここです。こんにちは。ちょっと体が悪いんですか？いや、ちょっとみんな悪いでしょ。みんな肩こりするでしょ。肩こりするって言っていろんなお客様行っていろんな付き合いで行ったりするけど、初めて効果が出たと思って、ここがよくなった。あ、同伴する。そう、先にじゃあご案内してすぐ分かる生態っていつもこんな感じ。あ、かわいい。お体は調子はどうですか？いつも通り、ここら辺が痛いです。上げるのが痛いとかですか？あ、いや、なんか肩こりです。万年の肩こり。うつ伏せからいっても大丈夫ですか？なんかいつも以上に張ってる気がするんですけど、気がついですか？あ、肩甲骨浮かしてほしいです。でもそれ痛くない？気持ちいい。これ好きですよね、いつもね。すごい気持ちいい。肩の高さも多分こっち側とこっち側で違うので。右の方が下がってますよね。はい。痛い痛い。お尻ですか？痛い。本当痛いんだから。痛い。これはお尻なので腰とか腰痛とかです。腰痛ないのに。ヒールとかです。ヒール履くと後ろに足を引くってことが結構減るので、そうすると腰が通常よりか前側にグッていってしまうってことで、ももの前張り強くなったりとか、お尻が私たちにもついてる。職業病ですね。職業病。首の向きおかしいですよ。このまま軽く口開けた状態で。痛いですね。ちょっとごめんなさい。かこったね。汗がびしゃびしゃです。ありがとうございます。お疲れ様でした。どうも。お疲れ様でした。すっきりしました。はい。今は気持ちいい。終わったら気持ちいい。めちゃめちゃ痛い。本当痛いんだから。いきますか。あ、同伴のお客さん。そこら辺にいるんだな。僕電車です。あ、いいですよね。ほら安くて。すみません、ありがとうございます。やばい。よろしくお願いします。どうです。同伴もと一緒に来ていいですか。いや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 。これ同伴してそのままお店行くじゃないですか。なのにどうしてお車で来てるんですか。僕はお酒飲めないんですよ。なるほどね。全然飲めない。お酒飲めないのに銀座行くんですよ。じゃあ後ほど終わったら連絡します。はい、ありがとうございます。え、すごい。眉毛のそんな2色も使ってましたっけ？え、これアイシャドウ。全然眉毛じゃないよ。なわけないじゃん、いつも通りのさ、面々ですよ。こんな化粧でいいのかな？取られてバレるよ。いいの？全部映した。早っ。やだ。化粧が早いってことは手を抜いてるってことですか？手を抜いてるっていうか仕方がわかんない。けど美里さんとかにもう失礼でしょ。美里さんとかに「なんかどうすればいいですか?」って言ったら「ママはそれでいい」って言われたらいいんだよ。面白いでしょ。手を抜いてるってことですか？なかなか言われない。本当真顔で化粧しないじゃないですか。わかんないんですよ。化粧終わりですか？うん。いつも競ってるから。そう、ヘアメイクが早いか、お化粧が早いか。今日は乾杯。でもさ、7年半で2回しか負けたことないから。ありがとうございます。近代のデザインです。見たことない？100億年前。はい。うん。いいと思います。白滝とかさ、ピリ辛こんにゃくとか。すぐ出てくる。居酒屋って書いてましたね。居酒屋同伴で来るんですよ。うん。全然どこでも行くよ。銀座観光系クラブだから、それなりにお高いお店に行くもんだと思ったんですけど。うん、もう行く。一食6、7万のとこも行くよね。どこでも付き合ってくれるから。今日ありがとう。どうも、バイバイ。はい。今日は8時ぐらいに出れたらな。はい。でしょ。何時に出るかとか聞く。そう、みんな同伴で来るから。みんな同伴か。そう。ポテトサラダと、あとカニクリームコロッケ、アジフライ、あともつ煮。クロちゃん、美里さん仲良しですよね。屋さんの同伴でよく使う。なのと、そもそもうちの社長と仲が良くて、美里さんがで、それで紹介で来てもらってで、そこから結構仲良くさせてもらってました、ね。今日は忙しかったですか？いいことじゃん、忙しいのは。でしょ？ええって言われたらショックじゃん。忙しいっていうのは心をまたへりくつみたいなこと言ってる。初めの頃は他の子とよく同伴してたね。今はどうなの？今全然他の子。ももさんばっかり。何かあったんですか？やっぱりお席に来てもらうと急にパンの花が咲いた感じ。やっぱり空気変わるんだよね。ももちゃん来るとね。で、なんか美味しいとこよく知ってるし。じゃあおかわり作るの？別の美味しい。リンテール。辛口だった。前のだけだっけ？なんでお酒飲めないのに高級クラブ行くんですか？なんでなんだろうね。ご飯誘われるから。だって高級クラブ行ったらご飯出ないじゃないですか。こう行く前は分かりますけど、でも行ったらだって自分だけお酒飲まないで周りがどんどん酔っ払ってって面白くなくないですか？考えたこともないね。会話を楽しむ。今のよくできた。100億円。そうじゃないかな。ちょっと心配だった。よかったのかな今みたいな。そのなんか魔力があれは噛み締めてるんですよ。よくできたなと思って。合ってるみたいな。美味しい。いらっしゃいませ。もう帰られる。めちゃくちゃ早くないですか？じゃあ飲むか今から。あの人と結婚してよかったなとは思うけど、今となればね、すっごい楽しかったからね。